この2本を今磨きました。ピカピカに光ってると思います。この状態磨いたらやっぱりツルツルしてますので、鍵盤の動きがスムーズになってきます。そのサイドのやつはまだ磨いてないやつですけど、少し変色してるのはやっぱり汚れがついてるので、滑りが特に悪いということはないですけど、やっぱりちょっとツルッとはしてないので、全てのピンをこの2本と同じように磨いてツルツルにしていきたいと思います。鍵盤小口の交換をしています。このようなジグを使って一本一本剥がしていきます。その後新しいものに交換していきます。今アクションの方、ハンマーの成形ファイリングっていう作業をしています。低音部の方を今削っております。ゲーハトがこのようにくっきりついております。でこれを一皮むいて綺麗な状態にして、形を整えていきたいと思います。
これは出来上がってる分です。で、高音部の方、高音部の方もこんな感じで今汚れておりますけれども、これも原跡が取れて綺麗な状態にしていきます。鍵盤の小口の、交換の方をしております。古い小口がこんな感じの色だったんで、とても綺麗になると思います。新しい小口を今貼りまして、で、つら位置になるように、この出ている分を削っていきます。で、今からベルトサンダーの方で大きく削って、あとは手作業で綺麗に整えていきます。先ほど言っていたベルトサンダーっていうのがこの機械です。これでこの大きく出ている分をこのようにチューブ深く削っていきます。先ほど粗く削りました、小口の方をヤスリの方で手作業でつら位置にしております。このようになっております。フレンジコードを剥がしていっているところです。アセトンを塗っていってドライバーで落としていきます。取るとこんな感じになっています。今、フレンジコードの方を貼っているところです。このように全部、貼っていきます。今ブライドルテープという部品の交換をしております。この赤と白の部品なんですけれども、このように、かなり劣化している状態です。綺麗なものに今交換していきます。これを、88本貼り替えていきます。今鍵盤の方の、ブッシングクロスの交換をしています。アイロンの方の蒸気を使って、もともとの貼ってあったクロスちょっと劣化していましたけれども、そのクロスをちょっと剥がしたのがこの状態です。で、今は新しいクロスに交換しております。今バランスブッシングクロスの交換をしています。このようにジグを入れて、切っています。こんな感じになります。で、これを乾くまでジグをつけたままにして貼っていきます。で、この後は、このように、手前の方のフロントのブッシングクロスを交換していきます。これはもう、貼り終わったやつですけれども、このように全部貼り替えていきます。バランスブッシングクロスの貼り替えをしているところです。このように
クロスを両側から貼りまして、ジグで留めています。鍵盤の深さの調整をしています。とこう引いた時に下がり具合ですねの調整になります。とあがき定規をこう当てて調整をしていっています。と鍵盤の下に鍵盤を抜くとこういうクロスが緑色のクロスなんですけれども、こちらの下にペーパーが入っています。この紙を入れたり抜いたりして色で厚さが分かれています。これを入れたり抜いたりして深さの調整をしています。同様に、真ん中のバランスパンチングクロスの下にも紙が入っている時と入っていないんですけれども、こちらも同じように紙を抜いたり入れたりして調整をしていって終わったところです。鍵盤の高さの調整が終わったので深さの調整に入っております。これを全部確認しながら調整をしていっています。ハンマーの接近を揃える作業をしています。鍵盤をゆっくり押していくとハンマーが弦に当たらずに戻ってくる箇所があるんですけれども、強く弾くと音が鳴るんですけれども、弱く弾いた時にこう戻ってくる場所があります。この場所の調整をしています。このピアノはもともとちょっとすごく広い感じでなっていますので、通常のところに全部戻していきます。こういう工具でここのボタン、このネジみたいなやつを回して、こういう感じで回してで揃えていきます。こういう作業を全部していきます。ダンパーのスプーン掛けの調整をしています。鍵盤をこう押した時にこのダンパーフェルトが上がる位置があるんですけれども、この上がるタイミングの調整になります。ちょっとすごくばらつきがありますので調整をしていっています。これで、タッチとか軽くなったりとか重たくなったりとか手に感じるところでもあります。こういう工具で見えないんですけれども、この奥のスプーンという部品に引っ掛けて調整をしています。こういう感じで引っ掛かる場所があります。このスプーンをで調整を一つずつしていきます。これはダンパーがついているところまでなので 66K までになります。これ以降はダンパーフェルトがついておりませんので、この調整はできないです